今月の7日に大きな地震が相次いで発生しましたアフガニスタンですけれども、日本時間の今日の12時過ぎ再び大きな揺れがあったというふうに見られます。その震源の位置まずご覧ください。こちらにあります。日本時間の12時36分頃ですけれども、アフガニスタンを震源とするマグニチュード 6.3 の地震がありました。USGS アメリカ地質調査所によりますと、震源付近では、日本の震度階級に合わせますと震度5強、あるいは6弱に当たるような、大変強い揺れがあったものとみられます。でこのあと12時56分ごろにもマグニチュード 5.5 の地震が発生をしております。でこのアフガニスタンなんですが、こちらがその USGS の方過去の震源データになります。アフガニスタンがこちらにありまして、拡大をしていきますと、このアフガニスタンの北西部の方で多数の地震が観測されております。今月の7日にマグニチュード 6.3 の地震が2回発生をしまして、報道によりますと死者が2000人以上という大変大きな被害になっている模様です。その後も11日に再びマグニチュード 6.3、 そして今日日本時間の12時過ぎに再びマグニチュード 6.3 の地震が発生をしました。かなりの揺れがまた起きたというふうに見られまして、さらなる被害の拡大、これが大変心配される状況となっております。最新の海外の地震に関するニュースについてはウェザーニュース、お天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。